僕がいつも言ってるのはやっぱりインターバルは、自分のやってるトレーニングに見合ったインターバルにした方が絶対いいと思います、うん、要は大したトレーニングしてないのにあんまり1セットでちゃんとできてないのにすごいインターバル取っちゃうともう間延びしすぎちゃって強度がその低いし、はい、めちゃめちゃちゃんとできてるのにインターバル詰めすぎることで次のセットもうちょっと休めばもっといいセットになるのに、うん、短すぎちゃって、パフォーマンス出しきれないでなっちゃうとすごいもったいないと思うんです、はい、やっぱりバランスだと思うんですよね。このやってる内容とインターバルのこのやっぱり絶妙なこのバランスの中でトレーニング強度って生まれてくるんで、はい、1種目のね、はい、なんでそこはやっぱりなんかな、まあ、そこが僕は大事ですよ。感覚でギリギリまでやっぱり詰めるのはもちろん詰めてないんですけど詰めすぎちゃってパフォーマンスが落ちるような詰め方まではしないかといって、休みすぎてもダメ。例えば2分休んでやることと3分休んでやることが一緒なんだったら2分の方がいいですよね。けど2分休んでやることと1分半でやっちゃったことでもう2回できたのに潰れちゃうとかもったいないかなと思うんですよ。それでも 2分休んだ方がいいかなと。まあそういうことですかね。だからまあインターバルに関しては僕は測らないし、まあ自分の感覚としてできるだけ早くは行きたいんですけど、ある程度の準備ができてから行くと。やっぱり呼吸の乱れ、それから、まあ、心拍数はもう心拍数って体感ないじゃないですか、うん、こう、はい、辛さで、はい、勝手にあの枠が上がってるだけなので、はい、もちろんそこに呼吸とかは乱れてくるんですけど、はい、まあ、別に呼吸落ち着いても心拍数とか速い時もねあると思うんで、心拍数までじゃあ戻るまでっていうことはない感覚はないですね。まず呼吸が戻ってその後に戻ってくるのがやっぱ最後に戻るのがやっぱ気持ちいいですよね、はい、なんでよっしゃ次も行くぞっていう感覚ですね。だからなんか一つの目安として例えば前のセットが100キロで10回できてたら次のセットも100キロ10回やるぞっていう気持ちで入らないとかです。で結果9回か8回になるみたいな感覚なんで前110回できてよっしゃ次さすがにまだ無理だな100キロこれじゃ5回しかできないなってなったらもうちょっと休んだ方がいいと思うし、だから気持ちの面というのはすごい大きいと思います。だから入る前にしっかり次のセットが前のセットと同じような重量回数で同じような感覚でできるっていうのがやっぱりいいかなと思います。杉中選手のトレーニングなんか見させていただいてると結構やっぱ入る時にこう実際に、例えばハックとかに入って、うんうん、でスタートするまで1分以上ありますよね。ありますね。彼は結構インターバル取りますよね、どの種目も。やっぱり大事にしている部分が多分重さであり記録であり回数っていうところなんで、はいはい、そのインターバルを詰めることで求めれているこうなんかハードさっていうのは彼の中では求めてないと思うんですね、はい、やっぱりハードにするっていうのはやっぱりあくまで筋肉がハードの状態なんで、はい、やっぱ筋肉ハードにするのにはやっぱり負荷を乗せて重さやって回数やらないとダメじゃないですか、はい、だからそこがちゃんとできるインターバルじゃないとただ呼吸がきついだけのトレーニングになっちゃうんで、はい、もちろんハードなんですけど、はい、そういうハードさってボディメイクの場合はそんなに必要ない、はい、ちゃんと対象筋が、ハードになる感じの感覚っていうのが大事なんで、はい、その辺一回インターバル短い方はちゃんとできてるかっていうのはもう一回見直すといいかなと思いますね。なんか鈴木選手なんかは結構こう全体の時間、まあ、いろんな種目いっぱいやられてトータルの時間は2時間とかやっぱり2時間半とかやられるのもあるんですけどなるべく詰めてやろうとされてましたけど、うん、さっき言ったあの杉中選手と同じようにセットをいわゆる入ってから始まるリフトするまでの時間は結構長いんですよね。構えてからもうすごいもう
やっぱり自分なりのこうちゃんとタイミングっていうか、あれはでもやっぱり気持ちをあそこで高めてるわけですよ、はいはい、体のこの位置を、はい、確かめてるんじゃなくて、はい、気持ちですよ、はいはいはい、だからやっぱりそれ以外の部分に関してはすごく詰めようという努力をされてて、うん、なんかいつも撮影してて思ったのが、なんか次仕事入ってるんですかって、うん、なんかプレートの付け外しとか早いですよね。早いです ね、はい、やっぱり無駄に時間かけないですよね、はいはい、そうですね、それはあると思いますね、はい、だからすごく決してダラダラはしてないんだけれども、ね、時間取るべきところはしっかり取ってっていう、うん、はいはいはい、なんかすごいメリハリのあるトレーニングされた、ね、記憶にありますけど、木澤選手もどっちかってそのタイプですよね。そうですね、はい。